今日のコメント、エイリスト本当に良かったよ。アニポケやる曲も上手すぎる。本当に嬉しい。あれラップも頑張ったんだよね。てかアニポケの曲の方が逆に高くて難しい。どうもハルガットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はあのキャラが今パルリア地方にいるかもしれないという件について話していきたいと思います。では関係ないけどチャンネル登録が12万人突破しました。ありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ついにハルガット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ使ってみてね。あのキャラが今パルリア地方にいるかもしれない。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。そんな新シリーズでは今のところ新キャラとパルリアのキャラしか登場していないため、前回までのサトシの冒険シリーズと一緒の世界線なのか、ここについてはまだ分かっていないんですが、前のシリーズのあるキャラはパルリア地方にいてもおかしくないんじゃないかと思われます。そのキャラとはロケット団です。ロケット団は以前アニポケ本編放送後のミニコーナーでパルリア地方に初上陸しており、そこで御三家ポケモンや伝説ポケモンのミライドンとコライドンに遭遇していました。実際にパルリアにもう行ったことがあり、そしてロケット団は常に新しいポケモンを追い求めていることを考えるとパルリア地方にいてもおかしくないですよね。まあロケット団のあの3人はサトシがパルリアに行かない限り自分たちでは行かないんじゃないかという意見もありますが、ロケット団は一見サトシのピカチュウばかり追っているように見えますが、全然別のポケモンを奪うとしているところにたまたまサトシたちが現れたっていうパターンもよくありました。つまりサトシのピカチュウはもちろんのこと、他にも強いポケモンを探しているってことですよね。だとしたらパルリア地方にも頻繁に来ている可能性は高いんじゃないかと思います。ライジングボルテッカーズとたまたま鉢合わせる展開なんかももしかしたらあるかもしれませんね。みんなはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じであのキャラが今パルリア地方にいるかもしれないという件についてでした。ちょっとのボコしたチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画でせーのGoodie!